インプとは隕石の一種で鑑賞や研究を目的として印象の陰影及び印鑑を中心に掲載した書籍である。原因を直接した原本と模刻した印をした印本、木版などに移した本国本がある。中国や日本の近世、近代に文人や天国家によって盛んに刊行された。最初のインプは中国北宋の大観年間に 八うかつが出版した、宗古隠覚とされる。続いて、千は年間に、起草が千した、千は隠布とされるが、これは伝存していない。そう、元を通じて十六種の隠布が出版されたが、いずれも本国であった。原本が伝わる最古の隠布は、秋代の高吉六年に出版された、小嗣則の宗古隠布である。初版はわずか二十部であり、旗。 漢のコイの陰影を1700あ余り集めている。現存しているのはこのうちの一部である。万歴年間に王常の協力を得て本国し、最終的には4000近くにまでの陰影を集めた。増殺の過程で複数の異なった署名となり、腰、鋭角修古隠古腰陰や部・王子、旗館陰等などがある。天国芸術の黎明期と重なり、 多くの天国家がこのインプの啓発を受けている。内容で分類すると、古道インプと近人インプに分けられる。古道インプは古代の主に正度性の印を収集して押したインプである。近人インプは明治代以降、文人による天国が盛んになった情勢下に編集された天国家の印の印を押したものである。後者には天国家自身の編集によるもの、 コレクターが編集したもの、画家や書家が使用した印を集めたものなどがある。200乱定最古動員ありまいだおこりかおり。ありがとうございます。